はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ロマンシンクサガミンストレルソング、前回ガラハゲにね負けてしまったので、まあおとなしく仲間にしましょうということなんですけれども、何か5人仲間にいると仲間にはできないんで、ちょっとパブでメンバーを外さなきゃいけないんですけど、まあバーバラかな、一旦ちょっと話を聞いて説明する。ダメだ、これだけはいくら積まれても譲れない。今は諦める。サルウィンの復活が間近に迫っています。あ、もう迫ってんだ。この世界はやはり滅んでしまうのでしょうか。これどこ行くんだ。そんなことは絶対にさせない。サルウィンは悪しき神ではありますが強い神です。サルウィンと戦うためには特別な準備が必要でしょう。あなたのためになるかどうか分かりませんが、こんな話があります。マルディアスに今の神々が現れる以前、古き神々の時代には巨人族が繁栄していたといいます。これはオールドキャッスルだね。古き神々同士の争いが始まると、巨人族も二つに分かれて戦ったといいます。古き神々の争いが終わったとき、巨人族はほとんど残っていなかったといいます。生き延びた巨人族はカラム山脈の奥地でひっそりと暮らしているといいます。なるほど。嘘の村の東に人間が作ったにしてはあまりにも巨大な城の廃墟があるらしいですよ。嘘の村の東に、いやそんなことよりさ、仲間外してくれ。作ったにしてはあまりにも巨大な城の廃墟があるらしいですよ。嘘の村の東に人間が作ったにしてはあまりにも巨大な城の廃墟があるらしいですよ。仲間から外したい人がいるんじゃないですか。言いにくければ私から言ってあげますよ。お願いします、バーバラさん。すまん、アイスソードのためだ。仲間からはず、もういらん。私が語る物語を聞いていきませんか。まあ、聞いていきますか。世界の4つの精霊、火、土、水、風、サルウィンはそれぞれを司る強力なしもべを生み出しました。炎の帝王フレイムタイラント、大地の聖アディリス、太古の主水龍、翼の栄光タイニーフェザー、それぞれが神にも匹敵する力を持ち、サルウィンの勢力を盤石にすると思われました。しかし彼らはサルウィンを助けませんでした。誇り高き彼らはしもべであることを望まなかったのです。今そのイベントやってるからね。ではガラハドのところへもう一回。私はガラハド、何か用かね。あなたがアイスソードを手に入れたと聞いたのですが。ああ、念願かなってやっと手に入れたよ。これで神々にさらなる奉仕ができる。この剣は正義のために振るうべきもの。罪のない娘を救うためとはいえ、みすみすモンスターの手に渡すのは口惜しい。フレイムタイラントにあって我々に害をなすものかどうか確かめよう。あ、これ4人だと勝手に仲間になるんだ。アイスソードゲット、一応使えるのかな自分で。あ、持ってるわ。攻撃力35、強えな。両手剣か。両手剣って今どうなんだろう。まあ、どうせ渡しちゃうからね。
ガラハドに使わせてあげるかってか戦うかどうか分かんねえし、そもそもガラハドゴシックアーマー大盾一応外せんな。これそのままだってさ、もうかなり戦闘なしでいけるんじゃない。リガウトトマエ火山までもう行っちゃって、でそっからショートカットでフレームタイラントのところで行けるでしょ。だから問題はアデリスのグレートピットだな。あそこが一番めんどくせえ。あれでジェルトン、あそういうの経由しなきゃいけないの。やってきましたトマエ火山で、これこのまままっすぐ行ってどっち、こっちでいいんだよね。アイスソードの力振るうことなく渡す羽目になりそう。でこれこのままもうフレームタイラントのところだから、バーバラを探すのがちょっとめんどくさそうだな。で行く前に一応外すか、隠れるよね。シングルソードもちょっと少しは可燃なんだろう。アイスソーダ持たしといてやる。また来たのか。まあゆっくりしていく。はくられた。ははは、顔がウケる。しょうがないって感じだな。お前の苦労に見向かいてやるか。これを持っていけ。渡し方がどういう渡し方だよ。あっそう、こんなの持ってけねえよ。火人防護衣214ジュエル、ジュエルすげえもらえる。じゃあちょっとガラハドとおさばらしてバーバラをまた加えましょう。いた、タルミッタにいた。一緒に旅しようよ。 OK、 よろしくね。再びメンバーイン。バーバラ弓3にしとこう。これそういえば個別で覚えられるようになったんだな。個別で覚えてきゃよかった。ではスカープさん登っていきましょう。とりあえずこいつは邪魔そうだ。ゲー、またわけのわかんないのが出てきた。源流めちゃくちゃ強そうだ。お、だいぶ瞬足がいきなり使えるようになったな。使おう。一旦で型をつける。これでのしかかり、ゴー、のしかかるだけでこんなにやばいぞ。腹一旦一旦じゃヒットポイント。もう一回のしかかられたこれ全滅すんな。ロックキャノンガハ防御した。すげえ武器、オッケー、2回攻撃してくんのかよ。潰された。いやもうなんかボス級で強えんだけど。勝ち上げ、いいね。これで倒してくれないと結構きつい。無理か。そうするとちょっと一回衝突使って、あ、倒した。ちょいとやばかったな。そうだね、やばかったね。あ、終わった。これ全滅したわ。強い。普通の敵にやられた。やっと頂上に着いた。もう敵が強すぎるんだけど。でさ、武器ちょっと整えようかなって思ったけど、そもそも巨人の里行って買い物しなきゃいけないんだよね。よくやった、感謝するぞ。お前の苦労に報いてやろう。これを持っていけ。羽もう一枚欲しいんだけど。ハヤテの靴
216ジュエル。金が手に入んねえかな。さあグレートピット、ここももう長いんだよね。なんか最深部とか普通にひたすら下に降りていけばたどり着けたわ。こいつ一回目覚めるともう目覚めたまんまなんだな。最初なんか岩みたいなのに封印されてた感じだったけど、これマジ金が入んないかね。まあ、ジュエル入んのはすげえありがたいけどさ、本当にジュエルだけだからね。アーマグモの方では218。じゃあ水流のところに行きましょう。変幻自体覚えた。てか敵がめちゃくちゃ強くなってるし、全体技がないんだよね。まだ召喚連武剣覚えては全滅し、あれ今更支援。その効果が連携中持続する技や術がある。この時通常の連携よりも連携率の上昇が加速される。この効果を支援と呼ぶ。支援の効果がよく分からなかった。これはもうクイックセーブもんだな。まあ、水流のところはね割と早く来れるからいいんだけど、腕輪を持ってきたようだな。約束通り娘は返す。すまなかったな。だって謝んの。水流様さようなら。そしてなんで名残惜しい感じになってんの。ありがとう。あなたパパに頼まれてきたのね。やっぱりパパったら私のことを心配してくれてるんだ。こいつなんていつもそして後ろを向いて立ってるんだ。あーパパ会いたかった。うんうんわしもだよ。お前がいない間寂しくて夜も眠れなかったぞ。一緒にいてあげるね。カッカ、おーすまなかった。よくやってくれた。褒美は何がいい。これ、ね、武器封じ娘。ご苦労だったな。お、金もらえたな。ここはよし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 。でこれでバーバラに藤娘を装備させて強化弓残しておくか。一応49強化弓28は超強い。藤娘マジで強い。超重いんだけど。失われた技術と材木で作られた美しくも強い非対称弓。強化弓ちょっと外す。外しとくか。そんなに武器ポイント使うものないからね今のところは。ただ占いでは取っておこう。でバーバラはとりあえずこれで OK でしょ。で巨人の里行ってシフにアイスソードを買ってあげて、ホークに多分ジルコンの斧があるはず。スーファミと同じラインナップだった。ちょっとラインナップは確認しよう。でジャミルにねちょっと大地の剣を装備させたいんで、大地の剣って細剣でいいんだよね。なんかそこら辺も見とかないとな。まあ別に違ったら違ったで鍛えればいいだけだからっていう感じで、でアルベルトはまあ術でいきましょうという感じで最終形態を鍛えて、正直が2万6000なんで金が全然足りんっていう状況です。それでは大地の剣を取りにガルサステップからカクラム砂漠へ行ってニーサの神殿に行きたいと思います。で少し見てみたら巨人の里アイスソードしか売ってなくて、いや別にアイスソードしか売ってないわけじゃないんだけど、
まずそもそもジルコンの斧の存在そのものがなかったっす。ジルコンの斧なんてありませんでした。なので斧を何にしようかなっていうのをちょっと悩んでる。フォークの武器ですね。でジャミルがだから細剣で今回取りに行く大地の剣で完成で、弓もバーバラは完成してるんで、まあ、フォーク用の武器ですね。ちょっと考えていきましょう。じゃあカクラム砂漠突き進んで、ここを流されれば大丈夫かな。で神殿の中に入って、そうそうそう、アビリティをね結構ジュエル使ってレベル上げてきたんで、もう53回使えるっていう。基本全部レベル2で、なんかがレベル3なんだよな。あと必要そうなのだけ持ってきました。でこの遺跡があって、遺跡からなんか中に入れるみたいなんだよねと。でなんか止まってるとね、あ、鳥が来た。そう、鳥が来てね、最初に戻されるらしい。で廃墟、宝箱あるけど取れねえな。まあ降りていきますか。敵を倒していこう。ゲッ、こいつ強えんだよな、抑止竜で。後ろのやつも強えのがいるから、ブレードロール1回使おう。変幻自在でちょっと全力だな。ブレードロールで藤娘めっちゃ強い。バーバラの火力がすげえ上がった。食いつかれてるけど925。変幻自在攻撃回数めちゃ多いしね。最後のおまけ付き、ブレードロールは相変わらず便利。1人ミスってない、2人くらいミスってるか。やっぱりね、武器ポイントの消耗が激しいんだよな。ガードされてるし、やっぱ全体攻撃が重要だよね本当に。いえ、なんかごっついやつ出てきたし、変幻術で使おう。敵がだいぶ強力になってきたな。連携2連携、変幻収束の矢、変幻矢だけど、これ一番強いじゃん。効果力2683、でも倒せない。立ち上げ、サイコブラストの1000当たるな。ちょっと魔法に弱そうだね、確かに見た目。変幻時代マジ強えな。で下に行けるか。なんかボスっぽいけど見たことあるやつなんだけど、お供がいるな。お供の方もうめんどくせえなこれ。しょうがない、ブレードロール使うか。4消耗は結構激しいんだよな。じゃあ瞬速でいこう。弓矢がデタラメ矢じゃなくて、もう一つ強いなんか全体技ないのかな。アローレイン的な、できればミリオンダラー的なものがいいんだけど。おい、今別に死んだわけじゃないから。デスシザーは単純に LP を削ってくるからね。クソ、結構厄介だな。先に本体が死んでんだけど。まあそうだよね、払い抜け。まあ変幻術ではさすがに使うまでもないんで、補填できる。てか APM めちゃくちゃ優秀だわ、攻撃力的に。なんか弱いイメージがあったけど。ではこのまま地下へ行って洞窟かな。あれ、なんかもうすでに地底人の町へ来てるんだけど、まあ最初は何も話してくんないよね。あ、宝箱ある。あれパクリて。いけるこれ。いや、いけねえ。あ、いける?あ、いけ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 ないわ。いけそうでいけない。ジャンプは持ってきてあるんで、飛べるでしょ、多分。まあ、帰りだね。
トパーズを手に入れて、大地の剣手に入れて、宝箱を回収するっていう。あれ、近くに鉱石ありそう。マジで。ゲット。これ鉱石さ、やっても採掘できなかったら、何の意味もないからね。エレクトラム。1ジュエル。で、また。鉱石さ、私。セットで持ってくる。ちょっと待って、サジできなかった、もしかして。あー、足りない。マジか。足りないっていうのがさ、なかなか見えないからね。えってなる。すぐあれが消えちゃうから。てか、どこ行けばいいんだ。こっち来て、こっちの、こっちの、あ、いたいたいた。超邪魔くせ。上から来たな。帰れ帰れ。これ奥に通じてそうだね。奥へ行きましょう。OK。てか鉱石置いてない。うわぁ、サイトオプスが出てくるか。ちょっと待って、ミックさんはあと3回だな。ブレードロール、電源で使うか。で、6回か。ちょっと1回保存しておこう。保存っていうか温存しておこう。泣き払う絶対かよ。しかもスタン2人だし最悪だ。これとショックウェブでなんとかしたかったけど、サイコブラストか。もうちょっと戦うの危険だな。これ帰り自力で歩いていかないといけないみたいだからね。じゃあ払いに行くしかない。古典大木デタラメ使うか。ゲッ、勇気とかやばくね。やばいよね。ほらマジかよ、こいつ危険すぎだろ。また同じボスがいんだ。さっきの吹雪でやられてさ、めちゃくちゃ心折れたんだけど、全然セーブしてなかったからね。あれほどクイックセーブはこまめにって言ってたのに。こいつに負けることはまあないと思うから、サイコブラストで終わり。普通の敵の方が強いんだけども、もうちょっと早く来れるってことだよね。あいつが出るくらいのところで来て大地の剣を手に入れられると。よし、地底の町、伝説の湖の町か。別にアイシャとかのイベントないからね。まあ、なんか宝箱があるとかそういうのはなさそうだから、そのまま奥へ行こう。兄さん、これこのまま行って、とりあえず兄さんに祈ろう。兄さんの神殿で何にも示してくれなかったからね。兄さんよ、我に道を示したまえ。我が子らよ、サルウィンが帰ってきます。それを止めることができなければ、世界は再び破滅を迎えます。そのディスティニーストーンを持ち、世界に生きるすべてのものの代表としてサルウィンを阻止するのです。あなたにできないのであれば、できる人を探してディスティニーストーンを渡しなさい。それがあなたの使命です。とりあえず持ってけってことだよね。回収しよう。でかいトパーズ322ジュエルゲットして、やった。
こんなの装備するんだ。トパーズ V は多分アメジストと一緒だよね。そうだよね、トパーズがある。じゃあ誰にしようかな。ジャミルだな。素早さがアップしてるけど、まあ全体的にアップさせるか。うん、いいね。精神がなんで4も上がってんだかよくわかんないけど。じゃあもう一個の地底人の町の方まで戻りますか。道のりはそんなに長くなかったからね。よし、戻ってきた。そのトパーズは大いなる母兄さんのもの。お前は兄さんの使わした戦士か。お前の目的は何だ。大事の剣をくれ。兄さんの戦士よ、この聖なる大地の剣をお返しします。大地の剣だっけ。あなたがその使命を全うすることを祈ります。大地の剣をゲット。剣って読むんだ。あなたが、じゃあこれはジャミルに装備させましょう。レイピアの攻撃力が21でしょ。いいよね、レイピアから切り替えちゃって。36とか強い。あとこいつら。おお、兄さんの戦士よ。ってことでどいてくれるか。この後ろとかなんかあんのこれ。おお、兄さんの戦士よ。おお、兄さんの戦士よ。なんもねえし。まあそんなところで戦力強化は結構できたかなと思いますので、あとはまた地上に戻ってもう少し整えられるものは整えていきたいと思います。宝箱だけ回収して、じゃあ今回は終わりましょう。100円ポッチ10ジュエル、しょぼすぎる。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価していただければ幸いです。